おはようございます。アキラの現場へようこそ。ラスクラ実況です。お昼の更新、朝の雑談はですね、今イベントダンジョン来ているんで、それを毎日やっていってます。では今日朝来てました灼熱の脅威、ごめんなさい、もうオーブがもったいなかったんでね、とりあえず1個だけやっときました。レベル20を終わらせたんですけれども、灼熱マップですね。なので HP が継続ダメージを食らいます。ではレベル40行こうと思うんですけども、ちなみにレベル20落としてるミッションはトリニティスナイプです。なので弓矢のあの子ね、あの子を連れていってください。名前が全然覚えれない。あ、リルベットだ。リルベット連れてあげてください。で、レベル40のミッションは2分以内にクリアと15回以上弱点属性で攻撃やから、まあ、灼熱なんでね、ゼックスとかあの辺連れていったらいいかなと思います。はい、ではレベル40初見行ってきます。失礼しました。今ですね、 SE だけが SE とね BGM が切れてました。セリフだけ入ってましたからね、ちょっと音の設定だけ直しました。今まあ HP 継続ダメージ、まあ結構でも来るね、結構来るな。まあやっぱり水属性で攻撃したら弱点属性を稼げますね。また強くなっちまったな。特に問題なく言ってます。レベル40、まあレベル40まではね怖くないんだよね。結局そのレベル70の時にね、どれぐらいそのえぐいというか痛いやつが来るかなんですけどね。さあ、それと昨日の夜ね、その前の夜から恒例にしますよっつってたお休みガチャ忘れてましたね。すいません。2日目にして恒例にするって言ったものを忘れるというね。言うてる間にレベル40終わりました。こんなもんでしょ。はい、レベル40のミッションは残さずクリアできました。ではレベル70初見チャレンジいきましょうか。レベル70になると急にこう、なんつうの、条件厳しくなるのと、多分今回のやったらこの HP の減り方がひどいんだろうね。きっとひどいんだろう。だから、そうね。こういうのをつけてる人ね、連れていくといいですね。大天使の美少とかを連れていくといいかなと思います。では行きます。まあ、ゼクスがいたらね、ゼクスの特技と魔法で普通に勝てるとは思う。よさあ、ダイヤモンド出す。始めましょう。さあ、HP の減り方、備えになんかこう、えぐいことはしてこない感じですね。今見てもまだ減ってないからね。まあ、ダイヤモンド出すと打ってたら、勝てそう。問題なくいってますね。いい傾向です。あ、ミッション見るの忘れた。ミッションは30ヒット以上と超必殺技の使用ね。はい、まあいけるでしょう普通に。HP 減少もなんかそんなひどく減らされる感じないね。大丈夫っぽいですね。これでダイヤモンドダストでは18ヒットだからな。ヒット数稼げるのってなんだろう。トルネードストームとかかな、やっぱ。トルネードストームやってみよう。あかんねえ、あかんねえ、あかんねえ。何が防げるやろ。まあボス戦がね、ボスがレベル70なんでね、硬いと思うんで、その辺で稼げれたらいいかなぐらいのレベルで始めます。
HP でしょ。あ、でも結構食らってんな、ゼクスは。超必殺技はね、これでもゼクスが打てるようになってるんで、多分問題ないです。また強くなっちまったな。はい、ボスです。ボスはオーガで、速攻で打ってきやがった。さあ、ラグゼリオンを打っていきましょう、ね、超必殺技が条件なんで。オーガはあの HP は41万。はい、これでどうです。超必殺技しよう。 OK、 これでんで、ちょっとねターゲット見ておきましょうか。オーガレベル70で、あ、氷属性には耐性がありますね。雷属性がやっぱ弱点ですので、まあ、ファルで攻撃していくのがいいかなと思います。ファルのエクスペリオンが打てれたらいいね。まあ、ザコの方は氷属性が弱点みたいなんで、これで一掃しておきましょう。で、ね、ヒット数もこれで結構稼げたな、今までの。あとは魔法キャラたちの活躍に期待。HP 減少はそれほど痛くないっていうか、まあ大天使の微笑とかあの辺が効いてるせいか、まあそれでも減ってるなあ。30ヒット以上いけた。王がめっちゃ今あれやんデバフかかってる。さあ、いいですね、いいですね、いいですね。対戦力めっちゃ入ってる。スパープレイヤー、暗闇でまひってますからね。まあファルは連れてった方がいいですね。楽っぽいね、やっぱ。もし戦であのヒット数稼ぐって意味もね。ほい、いけたー。こんなもんでしょ。レベル70、イベントポイント3600で、ミッション報酬全部クリアでもらいました。一撃でね。はい、っていう感じで、ま、結構これ、バカにならないからね、このミッション報酬でもらえるクリスタルが。はい、全部集めたら2500になるらしいからね。今回のイベントのミッション報酬は。はい、で、まあ、ということで、まあ、イベント報酬累計ポイントもですね、今29万5000まで来ました。はい、なので、まあ、今日のなんやかんややってる間に全部行くんじゃないですか、わかんないけど。で、灼熱の脅威も同じように、レベル20が7回、レベル40が7回までイベント報酬があって、レベル70に関しては、5回までですね、ミッション報酬ありますんで、まあ難しいところで言うと、その先ほどのヒット数稼ぐやつとかで、あとトリニティスナイプね、使っていかないやつとか、あの辺ですね、稼いでまってやっていこうと思います。でね、まあ昨日も話しましたけども、あのアークのリバラザードね、今ずっとつけて回ってますけども、昨日も回ったけど 1.2 なんだよね。1日回った時は 0.7 で、昨日はね多分一昨日ほど多分ラスクラやれてないんですよ。で、結果 1.2 なんで、まあ普通にやってると1日 0.5 から 0.7 増えていくんですよね。で、これで夏の 100% 目指すってね、なかなかやっぱこう驚異的ですよね。普通に考えたら夏の人の手に余る作業だよね、やっぱ悪魔ら相手まらなってと思いましたね。ツイッターでね、もう見ちゃったんですよね、リバラザードになってるの、はい、見ちゃったんで、なんか自分の中ではあのリバラザードの劇に対する熱は、昨日おとついよりかはだいぶ収まってます。で、昨日のね、ツイッターの方でお知らせしました、あのアーク強化のために必要ソウル獲得のための自動計算フォームね、こんな感じで仕込んでます。もうほぼほぼ出来上がりました。ほぼほぼ出来上がって、今ちょっとまあ、あの、ちゃんと走るかのテスト程度なんで、まあ、間もなく公開できると思います。また、出来上がりましたらですね、これはツイッターの方で
ね、できたよっていう感じでね、出させてもらいますんで、よかったら使ってみてください。で、多分ね、不具合って言ったらあれなんですけどもね、こうした方がいい、ああした方がいいとかね、ちゃんと動いてないぞっていうのがあるかもしれないんでね、そういう時はね、またツイッターの方からコメントいただけたらですね、随時直していこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。では、朝の動画はこんな感じで、今日の晩はですね、忘れずにお休みガチャしたいと思うし、今日の夜はどうしようかな、なんかまた適当に企画考えてやろうと思います。それでは、夜の動画でお会いしましょう。ではまた。